けはもうこの後のお風呂のことしか考えてない。お風呂めんどくさいな、髪の毛洗うのこれちゃんと赤落ちるかな、めんどっちいなってことしか考えてません。パンダさん、ピンクタコありがとうございます。すみちゃん、ピンクタコありがとうございます。こんばんは、もう会いに、もう会いに見えるかな。あ、明日の予定カッコ仮を755に送ったんですけど、一応見せますね。こちら、じゃじゃん。ちょっと明日はこのお昼目の時間がちょっとできなくて、そうなんですよ。なのでちょっとあれなん、ちょっとあんまりねあれなんですけど、申すわけねえべ。パンダさん、ピンクハートありがとうございます。マフィンさん、ピンクハートありがとうございます。待って、天はしめさん、ミラーボールありがとうございます。昨日くださった方の、そう、朝なんか、いや迷ったんですけど、7時、ちょっと待って、朝、朝2枠しようかな。朝でも朝2枠するとしたら6時起きなんですよ。あ、ダメだ、今からお風呂入って、ハピョン寝るの何時になるんだろう。ハルキャンさん、ともゆきさん、マフィンさん、ピンクハートありがとうございます。ちょっと今日は、そう、例えばさ、このさ、この時間の間にお風呂入ってたとかならさ、朝全然6時からやっても全然大丈夫なんだけど、2枠やろう。めっちゃお腹鳴ってんじゃん。2枠やる。いや、でも朝起きれるかな。今日も朝しんどかったんだよね。そう、起きるのめっちゃしんどくて、うわーってなって、そう、朝弱いのよ、地元。マカリンさん、レインボースターありがとう。ちょっと明日は朝遅めにしますね。でも会社の人もいるだろうけど、会社お仕事の人もいるだろうけど、ちょっと、本当はね、もうちょっと夜重めがいいんだけど、なんかむずい、どうしようって感じ。でも削るとしたら5時の枠。いや、もったいないかなと思って、これが一番いいかなと思いました。悪っ。はい、ミラーボールを歌います。さっきの枠練習してないから、で歌えるかな。パンダさん、ピンクタルマありがとうございます。優しくされても
どうすればいいのか、にらみつ…待って、わかんない、ちょっとダメだ。さっきの枠練習してない。このさ、この間の枠は練習してたんだけどさ。パンダさん、ハートありがとう。なぜチャイナドレスなんですか。みんな喜ぶかなって思ってみんな喜んでくれるかなって思ったんだけど、ダメだった。ちょっと口に足りない。秋人さん、ハートありがとう。ハート投げおばさん、ピンクハートありがとう。マジピンクだるまありがとう。コロポックルさん、ピンクだるまありがとう。つるるさん、ピンクタコありがとう。こういちさん、ピンクハートありがとう。若くなりたい急に。メイクノイズ聞きながらミラーボール歌おう。しゅんちゃんさん、ピンクだるまありがとう。ここ昨日歌った。知って、あきひとさん、ピンク、あ、普通のハートありがとう。ヒーローさん、普通のハートありがとう。言葉けど覚えて、暗い眼差しで、優しくされても、どうすればいいのか、睨みつけるしかなかった。ありがとうございます。天はしめさん、ミラボールありがとうございます。昨日の、昨日と今日のお昼にくださった3人さんはいるかな。ギャローさん、ミャンタンさん、タカさん、いたら教えてください。いなかったら教えれないけどマーボーさん、ピンクハートありがとう。タカツンさん、ピンクハートありがとう。サプライズレバーさん、アキヒトさん、ハートありがとう。ありがとう、シェイシェイ、シェイシェイ、ムニだ混ざってる混ざってる、本当にシェイシェイ、ムニだいろいろ混ざっちゃった。サプライズレバーさん、ハートありがとう。馬ですさん、ピンクハートありがとう。馬なのね、あなた馬なんですか。こんにちは、お馬さん。パカロパカロ。山内さん、ピンクハートいっぱいありがとうございます。シェイシェイ、あざと。なんか赤ちゃんになった気分。みんな可愛いよって言ってくれるから。 TikTok のハルピョンさんのファンの勧めで覗きに来ました、だってありがとう、シェイシェイ。トラック野郎さん、ピンククマさんタワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありがとう、ピンククマさんタワー。トラック野郎さん、ありがピンククマさんタワー、ありがとうございます。ありがとう。パンダさん、ピンクタコさん、ありがとう。あら、あ、すいません、変な声出ました。トラック野郎さん、
おじさんが住んでたわけじゃなくて、ペンが取れなくて、そう、ちょっとペンを取ろうとしたらおじさんみたいな人が出てきたかもしれないかもしれない。いや、そんなことはないんだけど。ペンを取ろうとしたの。全身が見たいって。見たらどうしてくれる？全身見たらどうしてくれる？もう今日から8月3日まで毎日ハピョンの星3週と2週と1週と全部付き合うよって言ってくれる？パンダさん、ピンクハートありがとうございます。もう8月3日まで他の女には一切もうってなって、もう全部、もうハピョンが組むスケジュール全部に行きますって言ってくれる？逃げちゃった。つまんない、逃げられた。つまんない。和重さん、明人さん、ピンクハートありがとうございます。全員に言ってるわけじゃないですからね、これはハピョン。そうやってなんか、その自分がウハウハしたいがためのだけにハピョンに全身見せてくださいって言って、そうそういう人に向けて言ってるだけであって、例えば、うん、本当にいつもいつも来てくれてる人とか本当にいるじゃないですか。ありがとうございますっていう気持ちでいっぱいいたんですけど、その方々がみんな行きたいですみたいな、そう、もうハーピョンが毎日配信して、もう毎日もう、あ、違う、もう毎時間配信するなら、もう全ての時間にこれからも行きたいですって言ってくれるんなら全身見せるんですけど、明人さん、ハート投げおばさん、ともゆきさん、なるせさん、ピンクハートありがとうございます。ありがとう。逃げちゃった、本当に。つまんない。カズさん、スーさん、アキヒトさん、ハート投げおばさん、ピンクハートありがとうございます。ありがとう。パンダさん、ハートありがとう。だからずっとやってるんですけど、てか全身見たいわけじゃないでしょ、みんな。別にハピョンの生足を見れればそれで満足なんでしょ。別にハピョンじゃなくてもいいんでしょ。昨日も言ったんですけど、本当に申し訳ないんですけど、これがね、自分のお家だったら全然いいんですけど、お姉様のお家なので、ちょっと配信できるスペースが本当に限られてるんですよ。そうそれをなんか、ここを開けてくれ、ここを開けてくれって、私もね配信させていただいている身なので言うことができないので、
そう、配信スペースが限られている分全身を映そうと思っても映せないわけなんですね。そうもうハビオだって全身を映したいんですけど、全身を映そうと思っても映せないわけでして、はい、そう本当にすいませんさっきからなんか言い訳のようになんか言ってるんですけど、それが事実なんですよ。はい、すいません。そうなの。だからごめんね。みんな。許して。竹蔵さん、マフィンさん、ピンクハートありがとうございます。そう、本当にごめんね。え、もう48分。いや、私だってさ、嘘、本当だ。そりゃみんな全身見た方がさ、だって私だってせっかく着替えたわけですからなんですけど、本当に配信スペースに限りがあってごめん。49分、やばいやばいやばい。ランキング読みます。1位、トラック野郎さん、くまさん、ピンクくまさんとありがとうございます。2位、パンダさん、3位、マカリンさん、4位コロパックルさん、5位スミちゃん送別会からの帰還さん、6位サプライズレバーさん、7位馬ですさん、8位虹投げお兄さん、9位 A ダッシュアットピョンズさん、10位焼き人さん、11位ハート投げおばさん、12位つるるさん、13位ともゆきさん、皆さんありがとうございます。この後の配信は23時35分からチャイナ服ラストです。皆さんぜひ来ちゃいなバイバイ、また後で。来ちゃいな来ちゃいな。